愛知ドビー株式会社は愛知県名古屋市中川区総延長に本社を置く鋳造メーカー。1936年11月1日に創業した鋳造メーカー。当初は愛知県内で盛んだった繊維産業を支えるため工業用食器の動力源であるドビー機を製造する会社として設立された。これが社名の由来である繊維産業の衰退で ドビー機が売れなくなると、船舶や建設機械向け鋳造部品の製造や、機械加工の下請け製造に転換した。2001年、海外の下請け工場に仕事を奪われ、業績が悪化していた家業を建て直そうと、現社長の肘方邦博が入社。2006年には兄国広に誘われ、現副社長で、弟の肘方里縛れも入社した。2007年、 サトシハレの提案によりバーミキュラ開発に着手。構想から約3年の開発期間を経た2010年2月、芋の放浪鍋バーミキュラを発売して話題となる。バーミキュラは中鉄の特殊材料コンパクテッドバーミキュラに由来する。現在はバーミキュラとその派生商品であるバーミキュラライスポットの製造、販売を手掛けるメーカーに変わった。 2013年12月に、頑張る中小企業、小規模事業者300社に選定された。2019年12月には、創業地である、名古屋市の中川運河沿いにバーミキュラブランドの体験型複合施設、バーミキュラビレッジをオープンした。ありがとうございます。